皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。アーマードコア6、実況始めます。不正がバレた前回。証拠隠滅に成功したからノープロブレム。防衛のために赴いた旧宇宙港で遭遇した AC こそ独立傭兵レイヴン。レイヴンの名を持つ者同士の死闘を制し、真のレイヴンとなった前回なのでした。実に熱い展開であったのよ。それでは今回も傭兵化用頑張っていきましょい。さてチャプター3もいよいよ大詰め。残るミッションはアイスワーム撃破。もちろんチャプター最終ミッションです。ルビコにアンデスワームとの決戦の時来たる。ではブリーフィングを確認しましょう。よく聞け、621。これはベイラムとアーキバス。両者連名での作戦だ。これからブリーフィングが始まる。お前も同席しろ。まず私から前提を説明しましょう。これは両者が合意した一時停戦協定に基づく惑星封鎖機構に対する同時襲撃作戦です。目標は敵方が保有する拠点群及び強襲艦隊、そして先般起動した。ここからが本題だ。要するにルビコン各地で封鎖機構との総力戦が起こる。いや、民様、貴様らは貧乏くじを引いた。ここにいる面々がアサインされたのは最大の脅威、表現の化け物大使だ。やってられるかよ。俺は遠巻きに見物させてもらうぜ。ガンズファイブ、前線に出るメンバーが一人確定したようだな。イグアス君様、アイスワームの多重コーラル防壁を無効化する手段について話そうじゃないか。あれはプライマリシールドとセカンダリシールド、2枚からなる鉄壁の守りだよ。1枚目を突破する手段はアーキバスが提供しましょう。最新兵器スタンニードルランチャー、これを幹部に当てれば求める結果が得られるはずです。2枚目はどうする？夜鍋して作ってたおもちゃがある。ラッド金星オーバードレールキャノンさ。ご友人から奪い返したやつな。バートラム旧宇宙港の大気電力を回せば威力は足りる計算だが、問題は命中精度だね。そういうことであれば車種は任せてくれ。狙撃には自信がある。ラスティンに常にイケメン。私は現場監督として出ましょう。いらね。寄せ集めには統率が必要です。弾幕要員も1枚欲しい。うちからはチャティも出そう。チャティニキよろしくな。あと決まっていないのはスタンニードルランチャーを誰が当てに行くか。最前線で殴りに行く係なら最初から決まっている。ガンズ13、話は聞いていたな。愉快な遠足の始まりだ。ご越同州、敵同士が協力する展開、これは熱い。うおー、盛り上がってまいりました。ゴー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 。おいバカ待て。まずは厄介な防壁を引き剥がす。ガンズ13、アーキバスが大金をつぎ込んだ。贅沢な専用兵装。貴様、持ってきていないのか。持ち物の確認は遠足の基本だ、バカ者。ごめんなさい。だから待てくっただろ。このミッションでは前回アーキバスから提供されたこのスタンニードルランチャーが必要なんです。ちゃんと対アイスワーム兵装って書いてるでしょうが、大体あのタイミングでタダでもらえる時点で普通わかるでしょ。バカなの、死ぬの。ごめんなさい。ちなみにミッションの説明でもちゃんと書いてますからね。ほら見ろよく見ろ。ここまで親切に書かれて見逃すとか、その目は節穴かだったら捨てちまえ。ひで言われようなのよ。では改めてミッション開始です。これだけの勢力が一堂に会する作戦はそうそうない。行ってこい621。戦闘モード起動。ミッション開始だ。本作戦の総指揮はミシアンが取る。これよりベイラムとアーキバスの合意に基づき混成 AC 部隊による作戦行動を開始する。始めるぞ、命知らずだもん。やった、助からいなく知らずに昇格。やったぜ、今回は忘れ物もナッシング。まずはその綺麗な顔を吹っ飛ばしてやるぜ。オッケー、当たった。プライマリシールド消失。シールド消失を確認。レールキャノン発射シーケンスに入る。ラスティンに外すなよ。 EML モジュール接続、エネルギータービン解放、出力 80%。 照準補正よし。90、95。外しはしない。当たった。チックショーは相変わらずかっこいいな。これはご主人様も負けてらんない。そのスタネークラミファイルパンチ。
ニードルランチャーと食パンでおかわりもあるぞ。よっしゃいいダメージや。あの野郎、悲鳴やがった。当然です。この程度はやってもらわなくては。見たかいブアス君、ご主人様の実力。ビジター、目標が呼吸を展開した。対処する。お、射程2機は淡々とお仕事。で、さっきの口だけコンビとは物が違うのよ。イブアス君とエアリンは打ち上げで、データローとアーキ坊やの着ぐるみ担当のケイナ、ネットで殴り合ってる絵しか見かけねえから、打ち上げのとっくらい仲良くするんやで。チュックショー外した。そう簡単には落ちません。私はベスパー、アーキバスです。おい、なんかエアリンがかっちょいいこと言ってんぞ。おめえそういうキャラやったんか。さすが社畜の鏡、社畜ばかい違い。しっかしなかなかチャンスが来なーい。早く、早くデスワーム君の顔面殴らせてくれメンツ。あー、外しはしない。バスティさんの確認。おっと、すげえ弾幕来た。シールド消失確認。レールキャノン発射準備。エネルギータービン、出力 80%。出力95、100。巻き込まれるなよ。また当たった。これにはデスワーム2機もたまらずダウン。逃さず再びのファイルパーンチ。追撃を頼む。からのランチャー&ショットパン。提案。おっと危ねえ。様子がおかしい。離れろ621。うおー、イヤミン。不明うかっかりバス。おい、それでも社畜かよ。だったしねえのな。これは悠長にやっている余裕はなさそうだな。レールキャノンの出力を限界まで引き上げろ。被害が広がる前に決着をつける。次が最後の一発と思ってくれ。オッケー、任せろ。ラスティング機外した。遺体損傷拡大、長くは持たないと思ってくれ。ビジター、射程2機も限界が近い。そしていつの間にかいなくなってる。エブアス君、撃墜された時のセリフがあるはずなんですが、スルーされてしまったようです。しみじみかませの似合う男よのエブアス君。残るは射程2機とご主人様だけ。射程2機だけは落とさせない。イヤミンとエブアス君は正直どうでもいい。スネイルカッカとエブアス君かわいそう。よっしゃったな。散々逃げ回りやがって。こんちっちょう、沈めような。本当です。プライマリシールの耐久が上がっている。マジか、もう一発当てんといかんのか。ここだ。プライマリシールの消失。よくやってくれた、戦友。 EML モジュール全点接続。エネルギータービン全開。出力80、90。緊急面全閉鎖。リミッター解除。100、110、115。レールキャノン最大出力。これで決める。さすがイケメンは最後まで決めてくれる。あとはご主人様の仕事やな。行くぜ。ファイナルファイルパーンチ。からのファイナルショットダウン。オラー。ラスティング機、それフラグやめて。爆発するぞ。離れろ。
イグアス君死んでなかったんやな。あなたに伝えておきたいことがあります。コーラルは、彼らは私の同胞なのです。コーラルに織りなす潮流、私はそこに生じた一つの波形、実体を持たぬルビコニア。これまで長い間誰にも知覚されることはなかった。レイブン、あなただけが。621、戻って休め。これから忙しくなる。よくやった。ベイラムとワーキバス、二大企業グループの一時共闘により戦況は覆り、惑星封鎖機構は保有戦力の過半を喪失、生涯への撤退を余儀なくされた。決定打となったのはベイラム主導によるアイスワーム掃討作戦だったが、アーキバスは封鎖機構の執行部隊との交戦を経て、強襲艦をはじめ主力兵器の多数露獲に成功。これは両者のパワーバランスをアーキバス優勢に傾け、企業陣営の消耗を見込んでいたルビコン解放戦線にとっても大きな逆風となった。惑星封鎖機構という共通の敵を失い、にわかに再燃した集積コーラル到達競争は、以前にも増して荘園の匂いを漂わせ始めていた。強化人間 C4621、 通常モード移行。新着メッセージ2件。621、調子はどうだ？もう少し休息を与えたいところだが、企業はすでに動き出している。封鎖機構が片付いた今、あとはコーラル集積地点を目指すだけだ。洋上都市ザイレムで行った調査は覚えているか？得られた情報を友人が解析した結果、中央表現には広大な地下施設があることが分かった。ウォッチポイントアルファ、アイスワームが防衛していたのもこの施設の入り口だったようだ。お前にはこれに潜ってもらう。レイブン、一つ伝えておきたいことが。ウォルターの言う友人ですが、彼がそのような人物とやり取りを行った記録は存在していません。ウォルターは本当の思惑を伏せている。そしてあなたを使い何かをなそうとしている。このルビコンで。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて A ランク帯の仮想戦闘が開放されています。戦闘技能のたゆまぬ研鑽にお役立てください。
ということでチャプター3クリアです。いや実に燃えるミッションだったのよ。どこの少年漫画かと思えるくらい熱い展開。チャプター3は盛り上がるミッションが多かったですね。あのスタンニードルランチャーが実はダクソのストームルーラー枠やったんやなって。ちなみにあれ普通に使っても最強武器の一角です。マジ？そしてアイスワームを撃破したことで惑星封鎖機構はルビコンから撤退、各陣営のパワーバランスが崩れ、また物語が大きく動き出しました。あとあれな、エアタン本当に空気読めだったのな。コーラルという資源は生体物質です。それが集積する中で発生した寄生体がエアさんということらしいですね。つまりどんなお姿なのかは君の想像次第。実際ネット上でもエアさんのイメージアートが氾濫してますからね。嫁さすがの人気。ちなみにエアさんの姿については現在上部走行の厚さについて意見が真っ二つに分かれる。ビコンは混乱を極めているそうです。相変わらずコーラル決めてんな傭兵ニキたち。ちなみにご主人様は品。それではチャプター3をクリアしたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。